で、高校時代使ってた参考書を覚えてる限りで教えてください。理科はね、本当にレベルによるんですけど、僕は物理はね、微積を使ってバリバリやってたんで、微積物理ね、本当に微積物理は超いい。それが、かなりね、レベル高いものになっちゃうんですけど、なんだっけな、寸大の一番難しい物理、新物理入門っていうものがあって、その参考書の付属の問題集、もので、演習積んでましたね。で、化学は、新化学演習みたいな、なんかそういう赤い分厚い定番本みたいなものがあって、それでやってましたね。ただそれもどれもね、ハイレベル寄りなので、レベルに、それぞれのレベルに合わせてやってほしいなというふうに思います。